はい、どうもコミです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、ですね、本日見てもらいたいのはこれじゃないな。ですね、1個2つ前の対戦ですかね。火力のね、偏った村の壊し方っていうところなんですね。で、これですね、割と、よく、まあ、皆さん見かけるんじゃないかなと思うんですけども、苦手な人多いと思うんですね。で、結構ですね、誰だったっけな、ジョーカーさんかな、違ったらすいません。確かジョーカーさんかな。こういうね、火力がすごい偏ってる配置の取り方っていうのを動画にしてた方がいたと思います、YouTuber で。で、これそうですよね。どう見ても、この、富士川の火力がめちゃ高いですよね。ギガインフィルノがあり、クロスボウ4機があり、全部のヒーローがいて防衛軍があると。まあ、この防衛軍に関してはね、スニークオブリン持ってる人は、まあ、何のリスクもなく、この、クランジを壊せちゃうんで、防衛軍無効化できるかもしれないんですけど、まあ、タイミングよくね、それを持ってる人もいないと思うので、まあなかなかきついと思うんですね、この火力が高くて。そういうところをどう突破するかっていうのが、まあ本日のテーマになるんですけども、合計3本見てもらいながら、それぞれね、違うところと共通しているところ、まあそこをね、ちょっと分析していきたいというふうに思います。なので、なんていうんですか、テンプレ的にこういう風に飛んですよっていう話も、ちょっと交えてはいくんですけども、まあ同じ村にね、出くわすっていうケースも、まあそうそうないと思うので、まずはこういうね、火力が偏った村の取り方の考え方っていうところをね、ちょっとね、話していけるような、動画にしたいと思います。まずじゃあ1本目いってみましょう。はい、ではこちらですね。K さんが攻めたこのアタック見ていきたいというふうに思うんですけども、まずですね、ここですね、どう考えてもこれ弱点になってるんで、そこに突撃艦を投げていきます。でね、実は3本とも見てもらう動画すべて突撃艦を投げていくんですね。で、これ非常に重要かなというふうに思います。なぜかというと、大体この火力が強いこっち側っていうんですか、こっち側、この久慈川、今で言えば久慈川の反対側っていうのは火力薄いんですね、当然ながら。なんで、そこに関してめちゃくちゃ刺さりやすいのが突撃艦なんですよ。で、まあ、今回、K さんのこのケースっていうのはね、明らかに、イーギュと投石が2個、3個かな、この3つがまとまってたんで、こんな美味しいケースはそうそうないと思います。これはね、もう突撃艦で壊すべきなんですけども、まあ、それに限らず、この火力が低いところに突撃艦を当てる。このね、発想結構大事だと思います。で、テンプレ的な考え方です。これです。これ。ライドラなんですね。ライドラを使うと大体こういう配置って、星2までは固く取れます。火力がね、集中してる配置って、まあ、当然ながらものすごい火力で一気にユニットがやられちゃうんですけども、逆を言うと、密集してるんですね。密集しちゃってるんで、ライドラのチェーンがボンボン刺さるわけなんですね。なので、そこをうまいこと利用して、こんな感じで、ライドラのチェーンをどんどん刺していきながら、まあ、怖い怖いシングルインフェルノや、あとは、対空砲、この辺をね、しっかりヒーローでこう削っていきさえすれば、まあ、おのずと、ライドラたちがいい仕事をしてくれると、まあ、いう形になります。まあ、これですね。これが1本目です。なんで、まあ、ここで見てほしい、まあ、1本目です。言いたかったことっていうのは、火力が偏ってない方、今回で言ったら、まあ、この辺ですね。こういうところに、突撃艦を当てていくと、割と、突撃艦の伸びが期待できますよということ。今回イエティだったんで、まあ、強いね、施設、イーグル砲と、投石機を、まあ、壊すのみになっちゃったんですけども、まあ、のみって言っても、それだけでもすごいでかい仕事ですけどね。次の2本っていうのは、ライドラバルーンで、突撃艦を出していきますんで、どんだけ伸びるのかっていうのがね、非常に見てもらいやすいと思います。あと、次の1本かな。うん、次の1本はそうですね。で、二つ目、この動画、このアタックで見てもらいたかった二つ目っていうのは、ライドラですね。ライドラを火力高い方から一気に出して、レイジを使ったり、ポイズン先打ちなんかしながらどんどん進めていくと、力対力ですね。火力対火力の勝負になるんですが、チェーンがね、やっぱりこんだけガッツリ刺さると、なかなかタウンホールが、持たなくて、そのまま落とされてしまうと。で、星2は確実に取れて、そこから延長で、星3まで狙っていける。まあ、これがね、典型的な取り方だと思います。確か、さっき言ったジョーカーさんかなだと思うんですけども、綾瀬さんかもしれない。すいません。綾瀬さん、ジョーカーさん、ユータさん、どれか3人のうちの、誰かです。が、出してる動画も、確かね、ライドラーをね、中心に解説をしてたと思います。まあ、なんでこれが一番、まあ、ベターな方法かもしれないですね。星1が結構怖いですからね、こういう攻め方っていうか、まあ、配置って。で、2つ目見てもらいたいのは、まあ、これですね。ここはね、突撃艦を使っていきます。なんでかっていうと、これ、まあ、安いパンはちょっとあって嫌なんですが、あとね、怖いのって、対空で怖いの、この、対空砲と、シングルインフェしかないですよね。ここにしっかりフリーズをかけていって、
で、クローンはいらないのか、クローン使ってないのか、クローン使いますね。クローンからの、レイジで一気に、バルーンと、ライドラー、いや、クローン使ってねえな。使ってないですね。ライドラーのチェーンだけ刺したのですね。さっきも言ったように密集してるので、ライドラーのチェーンがすごい刺るんですね。なんで、怖い怖い、その対空砲とかシングルインフェルノにバルーンを当てつつ、ライドラを残してあげて、レイジライドラの、チェーンライトニングで一気に削ると。まあ、こんだけ削れるわけなんですよね。もう序盤で一気に、20% ぐらい、削れて、一番ね、この削りで大きいのはサイドカットの意味合いがでかいんですね。こんだけしっかり削ればユニットがもうほぼほぼ絶対するないんで、思い切ってねユニットの誘導をすることができます。なのでこれから、ランボさん出していくのはイエティですね。イエティをこれ逆側から当てていきます。でね、これがまた重要なんですね。多分ねこれ秘書権、いや、じゃあ野良対戦だからできてるっていうのもあるんですけども、こういう配置に初見で星2を取って、で次秘書権で攻めれますよっていう環境が整った場合にはぜひねこういう攻めしてもらったらいいと思います。中に入ってイエティたちが、このですねカットがしっかりできてるんで束になって、このタウンホールとか投石機の方に一斉に襲いかかってますよね。でこう襲いかかってくると何がいいかっていうと、ヒーラーの回復効果がレイジに乗っかって、より多くのイエティにまとめてかかるんですね。でそうすることによってガンガン押していける。でもうやることがもうイエティに対する呪文だけに最後なってくるので、もうそこに集中してもトーム呪文っていうのを適宜使っていくだけでいいと、まあ、いうことでね、慣れないと結構、テンパっちゃうかもしれないんですけども、ある程度イエティも使えないという方からするともうパターンでねジャンプ打ってレイジフリーズトームみたいな感じでやっていけちゃうっていうのが、こういうの攻め方の利点ですね。火力の低い裏側から入るからできるんですよ。なんでかっていうと火力高い方から行っちゃうともう呪文とかをものすごい勢いでバババババババって言っていかないと間に合わないんですね。相手の火力に押されてイエティといても全部やられちゃうんで、私もそれで何度もね対戦ミスってきましたし、リーグでも失敗してもうってこともありました。なんですけどね、火力の低い方から入っていくとこういう風に先打ちレイジなんかをする余裕が生まれてくるので、結果的に、ユニットの火力を最大化することができて、前回まで持っていけると、まあ、いうことになりますね。なので、初見ではちょっと難しいかもしれないですが、初見でねする場合にはね、こういう攻め方すごい有効です。火力が薄いところにライドラ、突撃艦ライドラバルーンでレイジかけて一気に、区画をこそっと破壊してサイドをしっかりカットするで、残ったルートに、イエティを流していくっていうパターンですね。はい、ではですね最後見ていきたいと思います。最後はどんどん上に行ってですね、この5番を攻めてくれたアマシンさんのアタックですね。これもねすんごい理にかなってるんですね。今回はですね、突撃艦の代わりに、ロイヤルチャンピオンを使っていきます。クイヒートロイヤルチャンピオン、これで、この火力の薄いゾーンを削っていくんですね。火力の薄いゾーン、すなわち、ここですね。削っていきます。さあ、どうするか見ていくと、まずはね、アイスゴーレムで投石機のターゲットを取って、ロイヤルチャンピオンでこれを刺していきます。まあ、これをちょっとでもね、相手の施設も甘いですね。このところに投石機を置いておくっていうのははっきり言って甘すぎるんですけども、まあ、投石機が仮にもう少し奥にあってもこの考え方は有効ですね。火力が薄いので、ロイヤルチャンピオンに、まあ、アイスゴーレムとか当ててあげれば、結構長生きしてくれるんですね。で、それでイーグルまで破壊することができると。まあ、これだと甘すぎますけど、でも考え方として、覚えておいてほしいのはこういうことですね。ロイヤルチャンピオンがこの火力の低い方からすごい刺さるということです。まあ、クロスボウとかないですからね。で、さらに、クイヒも刺さるんですね。火力が低いところって、やっぱりクイヒのその独断上的なところがあって、少ない呪文で、より相手のね、戦力を損ぐことができるんですね。それが非常に大きいと。で、バーバリアンキングに関しては、このね、タンホール周りの、罠とかを全部こうね、暴き出して相手の防衛演技をすることが仕事です。これはね、使いどころが多分ここぐらいしかなかったんだと思いますね。下手にまあ、この外周をこうやって歩かせるよりは、ね、相手のね、バーバリアンキングとかを潰したり、相手のアーチャークイーンかを潰すようなね、形でこういう風に、もう捨て駒として使っていくのがいいかもしれないですね。で、もうこうなっていくとですね、もうわかりますよね。ここがガツッとね、こう、三次側が壊れていって、クイヒーがどんどん奥へ奥へこう進行していきますよね。そうすると、まっすぐのバルーンルートが出来上がっちゃうんで、ここにバルーン刺していくってことですね。で、これはもう別にね、ラバルが得意不得意関係なく一気にバルーンを刺してきゃ済む話なので、多少のね、安いパーに押されようとも、まあ、レイジだったりフリーズ、あとは、フェイスをかけて、こう、ガンガン力押しで押していってしまうというところですね。でもなかなかね、バルーンにこうトームが上手にかかってくれなかったりするんですけど、まあ今回アマシンさんしっかりフリーズで粘ってからトームしました。うまいですね。
はい、というところでね、こんな形でものすごい数のバルーンが余るということになります。どうですかね、今回の攻め方っていうのは、初見ではやっぱりね、ライドラを使うっていう方法がかなり、ベターかなっていうところはあります。確実に星2を取りながら全開まで持っていけるっていう意味ではね。なんですけども、2回目攻めるという場合には、火力の低いところを、突撃艦に、なんかスポットピンポイントで壊したいんだったらイエティ、ある程度幅広く壊したいんだったらライドラバルーンを入れて、レイジかけたりでゴーンと削っていくと。で、削っていきながら、あとは、ロイヤルチャンピオンやアーチャークイーンっていうのを、またこれもね、火力の低い方から当てていって、イエティなりバルーンのルートを作ってあげることによって、定まったルートに、イエティとかね、そのバルーンっていうのを流し込む。まあ、そんな形で、タウンホールの裏側、要するにその火力の低い方から順番に攻めることによって、呪文とかをね、ユニットを出す、その、なんていうのかな、出す余裕のあるね、攻めができるので、序盤、てかまあその火力の高いところに、多くのユニットをね、送り込むことができる。逆にね、そこに届くまでに削られちゃうっていうことがそんなにないわけだよね。なんで、裏からそういう風に持っていって、最終的に一番火力の高いタウンホール周辺を落とす。これがね、余裕を持って、呪文とかユニットを出すことができる、まあ、打ち手なのかなという風に思います。はい、というところでですね、本日はこういう火力密集体の、壊し方を説明いたしました。まずね、やっぱり慣れないうちっていうのは、星2を取るならライドラ系を使う、ライドララッシュを使って星2延長の全開狙っていく。星2を取れてる上での星3狙いでいくんだったら火力の低いところから入っていって、一気に、最後火力高いところに呪文とかね、大量のユニットを持っていくような流れを作るというね、考え方でやってもらうといいんじゃないかと思います。まあ、その時の、ユニットっていうのはバルーンとかイエティなんかをね、最後の火力の高いところに持っていくようにすると結構ね、いい仕事をしてくれるんでおすすめです。はい、では、本日、動画をこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。ぜひね、皆さん TH コンプリーターさんにも遊びに行ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。今ね、JWC の J1 に上がって、そのね、JWC 戦うメンバータウンホール13募集してますのでね、ぜひぜひ、やってみてなと思う方がいらっしゃいましたら、門を叩いてもらったらかなりね、歓迎してもらえるというふうに思いますので、ご検討ください。では皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。